内の高級住宅街にある名門女子中学校。3月中旬のある日、学校近くにベンツが横付けされた。ハンドルを握るのは、反町隆史、46。そして、助手席から降りてきたのは、マスク姿の松島菜々子、46、だ。後部座席からは中学校3年生の長女が降りて、松島に続く、写真。松島菜々子美貌を維持するジム通い、すっぴん姿。どうやら、この日は、学校に用事があったようだ。松島と長女が校門に向かって歩き出すと、反町は、すかさずスマホを窓から出して二人を撮影。満面の笑みを浮かべる様子は、良きパパそのものだ。数分で学校から出てきた松島が、再び助手席に乗り込み、ベンツは発進。つけていたマスクを外し、リラックスした様子で話し込んでいる。二人が帽子もサングラスもしていないツーショットは非常に珍しい。結婚から20年目を迎えた今も、反町と松島はとても仲が良い。近年は、ドラマ、相棒、などで反町も多忙ですが、松島がせわしかった頃には、反町が二人の娘の世話を一手に引き受けていました。芸能プロ関係者、キムタク&工藤静香夫妻のように、娘二人が揃い、ソロ、でデビュー、なんて日は来るのだろうか。フライデー、2020年4月24日号より。